じゃあ、都市の立地条件の、続いて4番目やね。で、これもまたこの、あの、まっさらやから、ああ、これはどこかというと、これちょっとかなりスケールを小さくしてみて、これはな、静岡のあたりを見てほしい。で、静岡の、えー、っと、大井川。大井川って今問題になってるの。何で問題になってるか知ってるこの静岡のど真ん中流れる、この川ね。でここの、よいしょこいつ、大井川って、こ、ここのくねくね。 これ今問題ですなのはリニアの問題よね。静岡県の知事がリニアの反対にちょっとストップをかけてると。で、なんでかっていうその理由として挙げられてるのがやで。大井川ってこここう流れてるけど、こう上流をこうたどっていくとこう行って、一番上流がこの静岡県のこういう形のさ、こう角みたいになってる。ここが大井川の源流域なわけよね。で、ここを、まあの、リニア新幹線というのは名古屋と、 東京・品川を結ぶ線でこの山梨からこう来てここら辺に林園の実験線があな。その前はもちろん宮崎の角のところにあったわけやけどそれがここに移転してその実験線を使いながらここの静岡のちょっとここだけなんやけどここを通るんよねでここの建設を滋賀県のあ滋賀県じゃない静岡県の知事は反対してる何で,で反対してるかって言ったら、この大井川 に懸念が残されているとつまり、ここの地下を掘るから、地下を掘るとそこに空洞ができて、この大井川の水がそっち側に、あのこのこ岐阜川とか山梨川に水が逃げていってしまうんちゃうかと、その結果として、大井川の水が減少して、例えばこの下流域のこの牧之原大地、この辺りなんかは静岡茶、お茶の生産とか非常に盛んな土地。 もうそこは全部この大井川の水を使ってやってるんやけどそこの農業ができなくなるんちゃうかという懸念でねちょっとまあいい茶紋みたいなところもありそうな気はするけどあのそういう点で反対してはるわけねただまあ知事の言い分にも一つ一理あるというか苦い過去があるんよねそれは実はこっちの,あの同じ静岡県内富士山がここでここが熱海箱根とかねここ箱根は神奈川やけどここのあのーあ 熱海と、こ、ここの間に、丹那トンネルって昔、今から100年ぐらい前にな、ここの、あの、鉄道を作るときに、実際ここで水が枯れた歴史が実はあるんだね。まあそういったこと、そういった苦い思い出を静岡県民の一部の人は覚えてはるっていうとこともあってね。まあそういったイチャモンイ。イチャモンって言ってしまった悪いな。あの、マッタがかけられてると。で、話戻って、今はこれ都市の立地条件やから、この大井川。 これはさ、見るからにこんだけ湾曲してて、例えば、この、ここら辺なんか見てもわかるなんか凄まじやろ、この大井川のこの流路。これを見ただけでもすっげえ暴れ川やっていうのがわかるけ。あ、さっき言ったようにこっち側もここら辺は完全に茶畑よ。なんとなくこの、あの、水田とはちゃう感じがするやろ。な。で、大井川、この、もう、極めて、あの、 流れる量とかなその勢いが強い暴れ川やと、うん、でこれの今、うん、話をしたいのはここの辺りで大井川を挟んでこっち側の都市とこっち側の都市これ具体的にはこっち島田って書いてこっちが島田っていう都市ねでこっち側が金谷っていう都市この島田と金谷っていうのはこの川の両側に発達した都市として知られてるとっていうのをここに書いてみて。 つまり、ちょっと模式的に書くと、大井川がこう流れてます、大井川、こっちからこっちにねで、それの両側に、うんとあ、だからあ、そうそう、これもやっぱりスケール大事で、そもそも静岡やから、それこそ,あのそ、村落外装の時にえっに、と、三重県の関町の話をしたね、あそこも関所が置かれてますよと。 何の関所ですかって言ったら、うん、東京・日本橋から京都の三条橋に至るあの東海道やね東海道53次でもちろん静岡なんやから大井川ここやから静岡ももうその、えー、宿場町というかあの東海道がまあがっつり通ってるわけねでこの島田金谷のところもこう東海道がかつてこう通っていたとでつまりそれをここに書くと 昔から、江戸時代からの街道、東海道が、ちょっと、ざっくり、こう、ちょっと模式的に逆ね、こう、通っていて、もちろんこっちは江戸ね。江戸に行く人と、うん、こっち京都。京に行く人があ、大量に行き交っていたと。ただ、さっきの暴れ川というのが大事で、うんと、今でこそな、 もちろん建築技術が発達してこの大井川にもこれ橋がなあ、これは鉄道かこれ新幹線かもしかしこれ橋があ架けられているとただあ昔、まだ木造やった時代ねまだ建築の技術がそれほど高くない時代は大井川に橋を架けようという取り組みは行われてたんいけども洪水のために毎年その木造の橋は流されてしまったりして。 うん、つまりか昔からここは江戸時代は渡し船でこう渡ってたよねでそれも水量が多い時は何日間もな例えば何週間も渡し船が行けなくて渡し船が行けないっていうことは江戸に行きたい人は金谷で足止め京都に行きたい人は、うん、島田で足止めを食らうわけねで人々が足止めを食らうともちろんそこでうんだからあの、えー あのおケ屋が儲かるみたいな話やあの人々がここに集まるとまずそこに人々は止まらなあかん止まらなあかんそう,そ,うそうするとそこでもちろんあの物を飲み食いするからねそしたら飲食店が儲かってで飲食店が儲かったようってっていうて要するにそこがどんどん都市になっていくわけよねそこでサービス産業が発達しててねでそういうことよつまりこの両側で人々がたまり出すからーこっち側に金谷っていう都市が発達して でこっっち側に島田っていう都市が発達するとつまり、ここ立地点をまとめると、これに対して、こういう場所に対して名前がついていて、えっと、川を渡るところっていうことから、渡るに、で川をあの水辺みたいな意味で、つ、これ、芯つまり、都心っていうね、都心集落と言ったりします、こういう島田と金谷みたいなことをね。 でもう一個、この15番の確保に入れてほしいのは、今言ったようにね、河川が横切る時点では人や物資が滞留する。今でこそ橋が架けられたけど、昔は渡し船の時代だったからということで、えっとえー、島田と金谷が両方同時的に発達していったということから、双子都市みたいな言い方もするね。双子都市。都心集落の双子都市ね。で、えー、代表例としては島田と金谷。 いいで、あと、ちょっとまあ、これは自分で各自見といて。えー、アメリカで行くと、おミシシッピ川の両側に発達したミネアポリスとセントポールとか有名やね。セントポール。いいえー、双子都市の話でした。都心集落ね。オッケー、もう次まで引き継いでいこうか。で、次がこれが、あ、これはまず場所わかる系。これでわかる人はやっぱセンスがいいね。<laughs> ここにいかにもな地形があるのわかるこれで気づいたこれがエスチュアリーやね。ラプラタ側はエスチュアリー。つまりここは国は国ここポン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 って言えるラプラタ側っていうことは、ここアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジルやね。で、こっちが大西洋。つまりちょっと色分けすると、うん、こっちが大西洋。で、ラプラタ側、もしくは上流域はパラナ側。ラプラタ川がこんな感じでこう、だから、 もちろんこっちから流れてくるんよ。で、ここにエスチュアリーが形成されてますよ、と。で、何が言いたいかというと、この、だからこれもやそうか、くぐらせてみた方がいいか。ラプラタ側エスチュアリーの、これでもさ、エスチュアリーの時に話をしてるやろ。よいしょ。ああ、もう。えー、このラッパ状の入り江という表現がされるけどさ、ラッパの付け根のあたり。 こ,こ,ね、このラッパの付け根の辺りにここに大都市、えー、アルゼンチンの首都であるブエノスアイレスが発達しているとかねこれがあの都市の立地条件の5つ目でだからここに大都市のブエノスアイレスでなぜここに首都になるほどの大都市が形成されるかって言っうとこれはある意味 エスチュアリーの出来方を考えるともちろんエスチュアリーっていうのはラッパ状の入れななんやけどなぜラッパ状になるかって言ったらこの河川の河口付近が沈降してもしくは海面が上昇していずれにしても海水がここに入り込んできてできるわけよねつまりもう一回言うと河川の河口付近にしかエスチュアリーっていうのはできないわけよねそもそも原理的にってことは河川の河口付近それも大河川の河口付近っていうことは それははもちろんここには氾濫源が発達してるわけよねつまりこれは都市の立地条件の1つ目と同じように広背地こっちの広背地に大平野が広がってると氾濫源がねだからある意味これはこの一番最初のさ多分もう消えてしまってるけど一番最初の関東平野とかパリとかと同じように平野の中心と見ることもできるよね 高配地が広いから。いいってことね。ただ、とりわけ、ここは、あの、エスチュアリーという点で大事やから、また別の立地条件としてここには書かれてるけどね。で、じゃあ、これ、立地点に名前を付けると、何、あの、どういう言い回しができるかというと、ちょっとかっこいい言い回しをして、エスチュアリーっていうのはさっき言ったように、この海なわけよね。海水が入り込んできてるから。ここのラッパンとか海。こ、ここまでが川ね。ここまでが川。ここまで、ここからが海。 ってことは、海の満ち引き、海の満ち引きが関係してるわけね。海の満ち引きはここまで影響を与える。っていうことから、海の満ち引きのことを超積っていうやんけ。が起こりうる限界点。ちょっとかっこいい言い回しをするね。海の満ち引きが影響を与える限界点のところ。まあ、あの、簡単に言うと、 エスチュアリーのラッパの一番奥っていうことね。は大都市になりやすいですよと。Okay? で、それをまとめると、だからここもなパッと出てきてほしいで。ラプラタガーララはブエノサイレです。じゃ、えー、エルベガーはテムズガーはパッと出てくる出てくることが望ましいね。エル,エルベガーはハンブルクやね。ハンブルク。えー、ドイツね。で、テムズガーは イギリスやね、つまりロンドンドこの2つはちょっととりわけ大事だから見とくハンブルクドイツの中をどの向きに流れてるかとかもなしっかりもう覚えとかなあかんで、えー、エルベ川っちゅうのはドイツの中でも特にチェコのこの,この辺りの山脈に源流があってこのベルリンの近郊をこう流れるねハンブルクはここ。 で、ハンブルクの辺りを拡大すると、ちょっと分かりにくいんやけど、ここがこう、こうエシュアリーになってて、実はここまで潮石が来るね分かる。ちょっとこう、ビヨーンって入り込んだ、ここ、潮積の限界点。ここに大都市、ここが大都市になりますよ。あ、なぜかって話は、これエスチュアリーの時に話したね。もちろん、あの海からの外洋船。う 外海を航海できる大型の船が入ってこれる限界点であるということおだからいい港になるということねこの、えー、ちょっと入り組んでるからあ波も高くなくてとこういうところで、えー、非常に貿易港になったりしますよと鉄鋼業の話でも出てきたよね立地点の移動みたいな話ででもう一個、えー、イギリスのテムズ川もちろんテムズ川はあペニン山脈 ペニー山脈からこう流れてきてロンドンでここが拡大するとここも潮汐の限界点、えー、エスチュアリーになっていてここまでこう潮石が及ぶとでそれの限界点この辺りが大都市になってますよってことねロンドンが、えー、おっしゃじゃあ一旦切りましょうか、はい